これまで9回グラミー賞を受賞している世界的な歌姫で、大の親日家として知られるグウェン・ステファニーさんが先日、日本人と日系アメリカ人で構成されたバックダンサー集団、原宿ガールズを結成し、さらに同名のシングルを発売した頃、文化盗用との批判を一部から寄せられていたことを、米紙ペーパーマガジーンに語りました。記事によると、ステファニーさんが日本に魅了されたのは、バンド、ノーダウトのツアーで日本を訪れた1996年のことで、私にとってかなり大きな出来事だった。ただただ刺激を受けたの、と明かしています。それ以来、ステファニーさんにとって日本は、歌手としてのキャリアを続ける動機の一つとなったそうで、日本に戻りたい気持ちを歌詞でも表現したと述べました。また、原宿ガールズを結成した理由については、原宿が大好きだから、日本の女の子がいいと思った。もし夢が叶うなら、住みたいと思う場所なの、と説明しています。しかし前述のように、日本文化を愛しすぎるあまり、文化盗用、と非難されたこともあるそうで、そのことに対しステファニーさんは、私たちが文化をお互いに取り入れ合うことをしていなかったら、世界はここまでの美しさを手にすることはできなかったはず。私たちはお互いから学び、お互いにシェアし合い、協力しながら成長していくの、と主張。その上で、文化盗用などのルールが私たちをますます分裂させている、と述べています。このステファニーさんのインタビューは、ベイ、USA トゥデイや英誌、インデペンデントなど、他の大手メディアも取り上げ、大きな反響を呼んでいます。寄せられた反応をまとめましたので、ご覧ください。